皆さんこんにちは、オリバーです。今回はシューケアボックスにも使える東洋スチールのツールボックス Y350 を紹介していきます。皆さんは靴磨き道具の収納はどうしていますでしょうか？私は靴を買った際についてくる靴箱に靴磨きの道具を入れていました。靴箱を靴磨き道具入れに使っている方も多いかと思います。しかし靴磨きの道具が増えてくると、紙製の靴箱だと耐久性が心もとない、経年変化というよりは経年劣化して見栄えも悪くなってきます。でもいざ靴磨きの道具入れを探すと、どれがいいかよくわからない。専用のシューケアボックスもありますが、ここまで本格的でなくてもいいと思う方も多いはずです。そんな方におすすめしたいのが東洋のツールボックスです。ザ・道具入れといったデザインで無骨な感じ、それがまた男心をくすぐってきます。サイズ感もちょうどよく、ハンドルがついているため持ち運びもできます。素材はスチールで耐久性も抜群。今回はシューケアボックスにも使える東洋スチールのツールボックス Y350 を紹介していきます。こちらが東洋スチールの山形工具箱 Y350 になります。カラーはブラック、材質はスチールとなっています。外寸と内寸はこのようになっています。重量は 1.3kg、生産国は日本で日本製となっています。価格は1600円と比較的買いやすい値段かと思います。こちらの説明としては、グッドデザイン賞を受賞、丈夫なプレス一体型成形、角がない丸ハンドルを採用、優れた耐久性と機能性を持っています。蓋が山形石器になっているのが特徴的です。見ると分かる通り、ザ・道具箱といったデザインです。こちらは1969年創業の大阪の工具箱メーカーの東洋スチールのものです。工具箱として販売されていますが、今回はこちらをシューケアボックスとして使っていきます。デザインからどのくらい容量があるのか見ていきましょう。まずはデザインから見ていきます。デザインはこんな感じになっています。いわゆる工具箱をイメージした時に出てくるデザイン。デザインとしての特徴は蓋が山型になっていることです。そして上部にハンドルがついており、持ち運ぶことも容易です。こんな感じで持ち運ぶことができます。また開け閉めする部分はこんな感じです。引っ掛けて閉める感じで密閉性も高くなり、何かの拍子に開くこともありません。持ち運んでいる時に工具箱が開いてしまうと大惨事になりかねませんので、こういった部分も大切です。使われている素材はスチール。1枚の鋼板を継ぎ目のない深絞り技術を用いています。そのため溶接箇所もなく、角が丸まっていて、どこかに引っ掛けたりすることもありません。そして中はこんな感じです。仕切りは特になく単純構造です。また何も入れていない状態ですと、こんな感じで微妙にバランスが悪くなっています。蓋の方に傾いてしまいます。割と軽いものを入れて使いたい方ですと、このバランスの悪さは気になるかと思います。このバランスの悪さは少し残念ポイントですが、入れるものによっては特に気にならないかと思います。ではこちらのツールボックスにシューケアグッズを入れて容量を見ていきましょう。今回入れるシューケアグッズはこのようになっています。様々な形がありますが、簡単に区別しますと、クリームなどの瓶系が12個、クリーナーなどボトル系が5本、ワックスなどの缶系が6個、これらを入れていきます。するとこんな感じに収まりました。少し無理やり入れた部分もありますが、一応すべて収まりました。もちろん形や大きさにもよりますが、クリームやワックスなどのアイテムは15個前後が収まる容量です。またサフィールノワールを例に挙げてみますと、横に並べた場合5個が収まり、少しスペースが余っています。縦には2個が収まり、少しスペースがあります。こんな感じのサイズ感です。またワックスの缶ですと、サフィールの缶で縦に2個入れてぴったりのサイズです。ちなみにミラーグロスのものは缶が大きくて入れられません。そして高さに関しては、サフィールノワールの瓶を2段にして蓋が閉まります。またツーフェイスローションですと、こんな感じになり、これでも蓋を閉めることができます。また蓋は山型になっていますので、端と中央で高さが変わります。その点を工夫すれば、もう少し高さのあるアイテムでも入れることは可能です。基本的にはクリームの瓶なら2段、ボトル系なら縦に1本と考えておけばいいです。
ですがやはり大きいものは入れにくいです。ブラシなどは大きさがあるため一つ入れるだけで大部分を占めてしまいます。ですのでブラシ類はこちらには入れていません。個人的にはクリームやクリーナー、ワックス類の箱として使うのがいいかと思います。またこちらの東洋スチールのボックスは他にもデザイン違い、サイズ違いがございます。少し紹介していきます。まずは Y410、 収納力重視の方におすすめです。材質はスチール、外寸と内寸はこのようになっています。重量は 1.5kg、 生産国は日本、価格は2420円となっています。 Y350 から一回りほど大きくなったイメージです。デザインは山形の蓋にハンドルがついています。こちらは折りたたむことができません。また蓋を閉める金具は2つついています。収納力を重視する方におすすめです。続いては T320、 コンパクトさを重視する方におすすめです。材質はスチール、外寸内寸はこのようになっています。重量は 1kg、 生産国は日本、価格は1400円となっています。 Y350 を一回り小さくしたコンパクトなツールボックスです。蓋の形状はフラットになっています。収納力は落ちますが、よく使う道具だけを個別に分けたい時などにいいのではないでしょうか。個人的にはブラシ専用のケースとして欲しいかなと思います。続いては T360、 アタッシュケース型で持ち運びに便利です。材質はスチール、外寸内寸はこのようになっています。重量は 1.6kg、 生産国は日本、価格は3410円となっています。 Y350 と同等のサイズ感ですがデザインが異なります。こちらの T360 はトランク型となります。ハンドルが蓋の部分についておらず、蓋を開ける部分のサイドについています。持ち運びに便利な形状です。また蓋が山型ではないので道具箱感が少なくなり、無骨な印象を減らしてくれます。縦置きもできますので収納場所も融通が効くかと思います。といった感じで東洋スチールのツールボックスはいかがだったでしょうか。靴クリームを中心としてシューケアグッズを入れるのに適したサイズ感です。個人的には買ってよかったなと思っています。またデザインも非常にいいです。無骨なデザインが男心をくすぐってきます。そして東洋スチールは OEM も手掛けています。無印良品のツールボックスは東洋スチールが手掛けているようです。こちらが無印良品のツールボックス、 Y350 よりもシンプルさが際立っています。ロゴもありませんのでシンプル好きにはたまりません。価格は少し高くなりますが、デザイン面が気に入った方はこちらを購入してみてはいかがでしょうか。ということで今回はこの辺で。このチャンネルでは革靴を中心としてファッションアイテムを紹介しています。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録や高評価ボタンを押してくださると嬉しいです。では次回の動画でまたお会いしましょう。